どうも、皆さん、こんにちは。チャックマスです。本日はですね、今ね、アメリカンエキスプレスのクレジットカードに、後分割を利用していただくと、ポイントがもらえるキャンペーン。またですね、アトリブを利用していただくと、ポイントがもらえるキャンペーンがやっておりますので、本日はね、こちらの解説、やっていきたいなと思います。 ということで、こちらはですね、アメックスからメールが来ていたりとかですね、またね、アメックスのウェブサイトでログインしていただくとですね、えこういったね、キャンペーンが来ている方がいらっしゃるんですよね。まあ、私はですね、マリオットアメックスのクレジットカードに後分割のキャンペーンで最大1万5000ポイントっていうね、 キャンペーンが来ていたわけなんですけども、まあ、私の視聴者の中にはですね3万ポイントっていうのはね来ている方もいらっしゃいましたまあこちらはですねこのポイントがですねクレジットカードによるということで私はマリオットで1万5000ポイントのキャンペーンが来てたんですよねでまたね 3万ポイント来てたっていう方は、こちらね、視聴者の方はね、送っていただいたんですけども、来た方はですね、えヒルトンアメックスに来てたということで、このね、3万ポイントっていうのも、ヒルトンで来るのか、またね、マリオットで来るのか、アメックスのプロパーで来るのか、エーネアメックスで来るのか、まあこれね、どれくに、どれで来るかによってですね、このもらえるポイントが異なるということと、またね、どのクレジットカードで来ているかどうかはですね、その人によるんですよね。でですのでマリオット このね、あの、対象のクレジットカードでですね、お得度かなり分かれるっていう風になりますので、ひとまずね、え今回のキャンペーンね、来てないかですね、ご自身でね、チェックしてみていただければなと思います。メールの場合はですね、ペイフレックスとかでね、メール検索していただくと、まあ、対象のキャンペーンね、来たりいたしますし、アメックスのウェブサイトログインしていただいたらですね、 ね。も、もしかしたらですね、表示されるかもしれないということで、まあ、今回の動画ね、こちらのキャンペーンがお得なのかっていうのをですね、こちら計算していきたいなと思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。 はい。ということで、こちらね、まず公式サイトになっておりまして、私が来ている後分割のキャンペーンで最大1万5000ポイント。こちらはマリオットアメックスのクレジットカードで来ておりました。キャンペーンの期間は5月の13日から6月30日、22日分割払い変更分までが対象でエントリー不要のキャンペーンっていう風になります。で、こちらね、利用していただいて、合計10万円以上、20万円未満を分割払いにすると5000ポイント。20万円以上、30万円 見回りをすると1万ポイント30万円以上分割払いに変更すると1万5000ポイントがねもらえるキャンペーンっていう風になります今回のキャンペーンに関しては分割もしくはアトリボっていう風になりますので、まあ、どちらもね手数料がかかるね支払い変更方法になるわけなんですけども、まあ、ポイントがね多くもらえるっていう感じなんですよね で、キャンペーンの対象者は、キャンペーンのメールを受け取られた方、またキャンペーン情報がマイアカウント、またアメリカンエキスプレスサービスアプリ内で表示された方は今回のキャンペーンっていう風になります。もらえるポイントはね、先ほど言った通りですね。こういった形でポイントがもらえて、ポイント贈呈時期は2024年10月に贈呈しますっていった形になるんですよね。で、今回のキャンペーンはこちらの後分割のキャンペーンと、まあ、アトリボのキャンペーンが来ているということで、こちらもね、 キャンペーン期間は同じなんですけども、こちらは分割、こちらはペイフレックス、アトリボっていった形になります。こちらのキャンペーンは、えー、合計10万円以上、20万円未満で1万ポイント、20万円以上で30万円未満で2万ポイント、30万円以上利用していただくと3万ポイントがね、えー、もらえるキャンペーンっていう風になります。で、こちらもですね、先ほど同様 DM または E メール、マ、え、イ、ー、アタウントに表示された方はね、対象になっておりまして、もらえるポイントは今言った通りですね。 で、ポイントは不要時期なんですけども、2 0 2 4年10月に申、え、請、ー、いたしますということで、 こちらね、今回2つのキャンペーン来てるんですけども、どちらもですね、ポイント申請前にリボ残高を全額返済された場合、またお支払い状況に問題を生じた場合、カード解約またペイフレックスの登録を解除された場合は、ボーナスポイント付与されませんっていうのがえ記載があるんですよね。ですので、どちらのキャンペーンも、ちゃんとね、手数料を支払ってですね、期間中まで利用しないとですね、ポイントがもらえないっていう風になりますので、 この点ね、注意していただければなと思います。で、後分割とね、後リボ、えー、何が違うのかっていう話なんですけども、まずこちら、後分割ですね。ご利用時は1回払いで支払っていただいて、選んだご利用分だけ後から分割に利用する。で、支払い方法は3612からね、選べるって言った値になるんですよね。もちろんね、 支払い回数を増やせば増やすほど、まあ、手数料がかかってくるっていうふうになりますんで、今回のキャンペーンでえ、できるだけね、手数料を減らしたいっていう方は、3回払いをね、利用していただけば、最も手数料が少なくですね、ポイントが取れるって言いたがに、 なります。で、リボ払いの方はですね、後からね、リボ払いに変更することができるわけなんですけども、まあ、リボ払いっていうのはですね、毎月支払い額がいって、まあ、いくら使ったとしても、こちらね、アメックスの場合は、まあ、こういったね、残高スライド方式、弁債表っていうのにね、基づいて支払い金額が決まりますので、まあ、今回のキャンペーンであれば、まあ、30万円利用していただくと、3万ポイントがもらえるわけなんですけども、まあ、仮に30万円以下利用していただくと、 こちらね、9000円の支払いが伴ってくるって言いた感ちになるんですよね。まあこういった感じでですね、アメックスのリボ払いと、 今回ね、分割払いのキャンペーンが来ているって言った形になります。で、このね、分割払いのキャンペーンの方は、まあ、計算方法ね、非常に簡単で、まあ、公式サイトにね、シミュレーションが出せられている通りですね。まあ、今回のキャンペーンは、えー、利用していただいた金額をですね、後からね、分割にすればいいだけっていうふうになりますんで、百貨店ギフトのね、購入キャンペーンとかもやっておりますので、まあ、そこでね、30万円 ぐらいね、えー、購入していただくと、まあ、30万円の支払いが来ますよね。まあ、これで分割払いね、後分割を利用すると、こちらでね、まあ、30万円って入れていただければですね、3回払いであれば、えー、10万2484円が、まあ、3回で払えて、手数料が7450円ね、支払うって言い出ちになるんですよね。すごい簡単にざっくり言うとですね、まあ、30万円を後分割していただければですね、7450円の 手数料で、このね、1万5000ポイントが獲得することができるって言ったがちになるんですよね。まあ、こちらはですね、私の場合はマリオットボンボイポイントにね、来ておりましたので、まあ、倍ポイントって考えればですね、マリオットボンボイポイントをね、購入する場合、まあ、1ポイント1円でね、購入することはできないっていうふうになりますんで、まあ、そう考えるとね、結構お得なのではないのかな、なんていうふうに思うんですけども、やはりね、あの、分割払いって聞くとですね、あんまりね、いい印象はね、まあ ありませんのでまあ、ポイントをねどうしても欲しいよっていう方はこちら利用していただいてもねいいのではないのかなと思います7450円払って15,000ポイント獲得できると考えればまあ、そんなに悪くはないですよねで利用方法なんですけれどもこちらね非常に簡単になっておりまして、えー、後分割こちらで、ね、後分割の、えー、公式サイトなんですけれどもこちらねあのクリックしていただくと、えー、ログインになります で、こちらですね。ちょっと仮にね、私は今ヒルとアメックスね、メインで使っておりますので、ちょっとヒルとアメックスのねえ、ページに行きましたけども、こちらね、請求内容が来ておりますよね。まあ、私はよくワンオンチャージ利用させていただいてるんですけども、こちらをポチって押して、えこちらを次へを押しますよね。まあそうするとね、分割払いの回数とかね、選択することができて、3回、6回、12回みたいな感じで、え決めることができるって言ったがちになるんですよね。 で、今回のキャンペーンに関しては、まあ、こちらの後分割を合計30万円以上ね、利用していただければ、1万5000ポイントね、えー、獲得することができるっていうふうになりますんで、まあ、請求額ね、まあ、合計で30万円以上っていうふうになりますので、まあ、一括でね、30万円の支払いがあればね、簡単なんですけども、まあ、そうじゃないとですね、まあ、こういうのをね、ポチポチやっていくみたいな、まあ、そんな感じになると思うわけなんですけども、まあ、非常に簡単にね、設定することができますので、まあ、ポイントがね、欲しいよっていう方は、こちら、ね 利用していいいただくのも、ね、いいのもで,で、このね、後分割の方はですね、先ほど言った通りですね、まあ、公式サイトのシミュレーションでね、簡単に手数料はね、出すことができるんですけども、このリボ払いの方はですね、非常にね、計算が面倒になっておりまして、公式サイトにですね、 こういった感じでですね、確定した請求をリボ払い変更した場合っていうのはね、あるんですよね。まあこれをね、参考に私の方でね、ちょっとね、30万円でね、計算させていただいたんですけども、えまずですね、今回30万円なので、9000円、ね、毎月支払う、あの、元金も、 手数料を含めて、毎月9000ずつね、支払っていく。で、20万円減ったら、まあ6000にね、どんどん減っていくっていう風になるわけなんですけども、まあ今回のキャンペーンですね、ポイントをうまくね、取っていくっていう風になりますんで、まあ9000支払ってって途中で繰り上げ返済みたいな、まあ、あの、ポイント付与されたらね、まあそういった感じになると思うんで、基本的にずっと9000で支払っていく形になります。で、 まずですね、6月1日に30万円を利用いたしますよね。で、20日にね、締め日を迎えて、6月の25日にリボに変更していただきます。そうすると、7月の10日ね、リボ払いに変更しておりますので、請求はございません。そのまま全部ね、リボ払いになって、翌月以降になります。で、7月の20日に締め日を迎えて、30万円のね、リボ残高が、 ある感じですよね。で、次の8月の10日にですね、9000リボ払い設定してますんで、30万円利用してますけども、9000払っていく感じですね。で、初月はですね、手数料発生いたしませんので、6月の25日から7月の20日分までのリボの手数料はかかりません。元金丸々ね、9000円が落ちて、そのままね、8月の20日に9000引かれた29万1000円がね、 え、リボ払いの残高として残ります。で、9月の10日にですね、またね、0 0の支払いが来て、ここからね、リボ払いの手数料が発生していた。 いいく形にななりますすでで円の請求はね変わん,ないんですけども 3, 円こちらはね、まあ、計算させていただいた、リボ払いのね手数料になるわけなんですけども、こちらが、えー、9000のうちに、えー、入っていくっていう感じですね。ですので、前月までは9000丸々ね、リボ払い残高減ってたんですけども、えー、9月のね、支払いからは、えー、3755円が含まれた、えー、9000円がね、まあ、請求されるということで、5 2 4 45円しかか元金が減っていかないってていななたにりますで、こちらをね、引いていただくと、こちらですね、285,755円になって、そのまま次のね、月に行く感じですね。で、ここからね、リボ払いの手数料はね、入ってきまして、7月の21日から8月の9日、こちらに関しては、30万円ね、えー のリボ払いの残高が残っておりますんで、こちらでね、計算になりまして、8月の10日から20日までは29万1000円がね、 適用になります。ですので、まず上の方は30万円かける14.9%割る365日かける20日間ということで、プラスして下の方ですね、29万点九パー円の14.9%、365日で割って11日間かけていただいて、2つを足していただくと3755円のね、リボ払い手数料がかかります。まあこれがね、 一回目のね、リボ払いの手数料っていう風になりまして、元金がこれしか減ってませんので、こちらがね、リボ払いの手数料っていう風になります。で、9月の20日にまた締め日を迎えて、10月の10日に9000の支払いがあります。まあ、こちらね、先ほどと計算一緒になるわけなんですけども、手数料が3658円で、元金が5341円、残金が28万と414円がね、リボ払いの残高として残ります。 で、今回のキャンペーンなんですけれども、10月に、ね、付与しますっていう風になりますんで、正直ね、この後ね、10月30日までありますけれども、どのね、 このタイミングで付与されるか正直わかんないんですよね。ですので、本当に10月30日のギリギリとかまでね、ポイントが付与されなかったらですね、もう1000円ぐらいね、えー、手数料かかっちゃうわけなんですけども、もしね、ここまでにね、付与されたらもうちょっと下がるみたいな、まあこういった感じのイメージになるわけなんですけども、まあ大体7500円から8500円とかね、まあこのぐらいの え、リボ払いの手数料がですね、合計でね、かかってくるって言いたがちになるわけなんですよね。ですので、今回のキャンペーンに関しては、まあ、このぐらいから、まあ、8500円かかって、3万ポイントをね、獲得することができるっていうキャンペーンに、 なるんですよね。まあ、これがですね、3万ポイントは3万ポイントですけども、まあ、冒頭に言った通りですね、マリオットボンボイカードとかにね、このキャンペーンが来ていればですね、まあ、7400円から8000ぐらいで3万もらえるんだったらね、めちゃくちゃいいじゃないですか。だったらね、全然いいんですけども、これがヒルトンアメックスとかでね、えー、7000、 8500 8500円円からまあ、いいですけどもね。いいですけども、やはりマリオットとかね、あとアメックスのプロパーのね、ポイントとかだとね、結構魅力的だな、なんていうふうに思うんですけども、これはね、本当に来るカードによってですね、参戦するかどうかね、まあちょっと迷っちゃうなっていうところなんですけども、まあ今回のキャンペーンね、まあ1万円以下でですね、 3万ポイントで、ね、狙うことができますので、まあ、もしね、このキャンペーン来ている方に関しては、ポイントが欲しければね、いいのではないのかなと思います。どちらのキャンペーンもですね、倍ポイントって考えると、まあ、普通に購入するよりかはですね、基本的に安くね、利用することができますので、まあ、気になる方はですね、ぜひね、メール等々をチェックしてみていただければなと思います。 はい。ということで、今回ですね、アメリカンエキスプレスのクレジットカードに後分割のキャンペーン、またね、リボ払いのキャンペーンがね、来ておりましたので、解説させていただきました。まあ、昔はね、もうちょっとポイントもらえた記憶があるんですけども、まあ、どんどんね、条件が渋くなっているのと、やはりね、繰り上げ返済、まあ、手数料できるだけ皆さん払わないでポイントだけ取りたいですよね。 ですので、昔はね、結構条件緩かった覚えがあるんですけれども、今はね、本当にボーナスポイント不要までですね。 繰り上げ返済しちゃダメみたいなね、まあ、文言が記載されておりますので、まあ、ちょっとね、厳しくなってね、これは残念ポイントではありますよね。まあ、どうしてもね、ポイントを取っていきたいよっていう方はですね、ぜひね、参戦してみていただければなと思います。購入するよりかはですね、はるかにね、安いっていうふうになりますし、まあ、アメックスのプロパーとか、マリオット、アメックスとかに来ている方はですね、結構いいのではないのかななんていうふうに思いますので、ぜひね、利用してみていただければなと思います。まあ、 どちらのキャンペーンもですね、まあリボ払いっていう風になりますので、まあ今後ね、住宅ローンとか自動車のローンとかね、まあそういったローン関係を控えている方は、まあ基本的にお勧めできませんので、この点ね、ご注意いただければなと。 思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、PP 診断、マイル診断、マイルクリエイトン、ポイントサイト診断やっておりますので、こちらからね、無料で利用することできますので、ぜひチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。